新城図書館ふるさと情報館は愛知県新城市あざ下川にある公共図書館。新城図書館や新城文化会館などを有する新城地域文化広場と呼ばれる施設群の一角にある。1987年5月8日に開館した。2006年には指定管理者制度を導入したが、2013年には新城市の直営に戻している。2017年には 開館30周年を迎えた。2018年度末の増書数は168,650点。2018年度の貸出冊数は158,547点だった。2018年度末の新城市の人口は46,462人であり、住民1人当たり貸出冊数は3.4冊だった。新城市中心部における 新城図書館の位置1958年に南下田郡新城町が市政施行して新城市が発足して以来婦人会や文化協会などから市民の文化的な寄り所となる施設がないことが指摘され続けてきた。こうした声を受けて1978年9月13日には新城市の近藤長一市長が新城市民会館の建設について 調査委員会に諮問した。1979年8月30日には、調査委員会が市長に答申し、文化会館、図書館、郷土資料館の複合施設を建設することが決定した。1979年9月には、新城市議会に特別委員会が設置され、また、新城市役所にも組織が設けられ、 1981年2月26日には建設地を現在地に選定している。なお、同年10月26日には本町の郵便局舎を改修して新城中央公民館図書資料室が開館している。この図書資料室は中央公民館の文館という位置づけであり、開館時の蔵書数は6143冊だった。毎週月曜、 祝日、毎月末日、年末年始が休館日であり、開館時間は10時から18時、貸出冊数は4冊まで、貸出期間は2週間だった。図書資料室は愛知県道439号の都瀬、新城線に面しており、水谷商店の南西隣、山口の向かいにあった。現在は新城市が所有する空き地となっている。 1982年12月20日には設計者を非設計に決定。1985年11月6日に着工し、1987年3月10日に竣工した。この間の1986年12月28日には、新城中央公民館図書資料室が閉館している。新城地域文化広場の建設にあたっては、町づくり特別対策事業として、 自治省から助成金を受けている。また、愛知県の地域文化広場整備事業として採択されたことで、文化会館は、新城市が、新城図書館は、愛知県が建設費を負担している。左が、新城図書館、右が、新城文化会館夜間の新城図書館1987年5月8日に、新城図書館と新城地域文化広場が開館した。 開館時の蔵書数は36,457冊だった。毎週月曜、毎月末日、年末年始が休館日であり、開館時間は10時から18時、貸出冊数は4冊まで、貸出期間は2週間だった。1993年度には館内蔵書検索機を導入し、1994年3月20日には愛知県図書館とオンライン化が図られた。 1995年度には、図書館の運営自体は直営のまま、施設管理が新城総合サービスセンターに移された。これを機に開館時間が9時から20時に変更されている。1996年11月には、ボランティアグループ、アリスのうさぎによる読み聞かせ事業が開始されている。2005年10月1日には、新城市、南下良郡放来町。 作手村の一市一町一村が合併し、新城市が発足している。合併と同日には、図書館の公式サイトが開設され、館内には、ヤングアダルトコーナーが設置されたほか、貸出冊数が4冊から5冊に変更された。旧宝来町と旧作手村には、図書館や、図書室がなかったが、2006年11月16日には、宝来総合支所と、 作種 B&G 海洋センターに図書返却ポストが設置された。2006年度には図書館の運営に指定管理者制度を導入し、新城総合サービスセンターを管理者に指定した。2007年4月1日には月曜日も開館日とし、週の定期休館日を撤廃した。2009年度には再び新城総合サービスセンターを管理者に指定した。 2009年4月1日には、貸出冊数を5冊から8冊に変更し、作詞 B&G 概要センターにあった、図書返却ポストを作詞総合支所に移動させた。2010年には、図書館や図書室がない旧宝来町、旧作手村の住民に対するサービスとして、自宅からファクシミリで貸し出しを申し込むという層で届く、本のお届けサービスを開始した。 2010年8月22日には第1回図書館祭りを開催し、以後は毎年図書館祭りが開催されている。2010年度末に新城市の愛知県立法来寺高等学校が閉校すると学校図書室の蔵書が新城図書館に寄贈され、寄贈書家が設置された。2012年3月には新城市出身の推理小説家、 大阪系基吉の生誕100周年記念企画、大阪系基吉の世界を開催した。8月1日には、宝来総合支所作手総合支所に対して、大型本、大型紙芝居、大型紙芝居舞台のお届けサービスを開始し、それぞれの貸し出し期間を1週間から2週間に変更した。2006年度からの7年間は指定管理者制度を、 採用していたが、2013年度には、図書館の運営を、新城市の直営に戻した。2015年1月には、公衆無線ンを設置した。2017年には、開館30周年を記念して、9月16日には、ビブリオバトルを、9月17日には、浜松市博物館学芸員の久野正宏による、講演会、戦国、いいなお虎から直政へを、 11月3日には絵本作家の壁や不要によるお話とワークショップを開催した。同年には新城市若者議会の発案により1階に親子席やソファーや飲食コーナーが2階の郷土と書室にカウンター席が設置された。2017年4月1日には作手地区に新城市立作手小学校との合築で新城市地区で交流館が開館した。 館内には、新城市地区で交流館と書室が設置されたが、図書館法における公共図書館ではない。新城図書館と新城文化会館は同一敷地内にあり、これらの施設を合わせて、新城地域文化広場と呼ばれる。新城地域文化広場は駐車場や自転車置き場を共有しており、200台分の駐車場、100台分の自転車置き場がある。1階には、 開会閲覧室、継読書コーナー、情報コーナー、情報ネット体験コーナー、カウンターなどがある。2階には、郷土図書室、郷土資料室がある。地下には、閉下書庫がある。蔵書収納能力は14万冊である。3代目牧野文才3代目牧野文才は、東三河地方唯一の総合病院だった、新病院の院長を務めた、医師、師であり、 1915年から1924年頃まで私立牧野図書館を運営していた。牧野は大正天皇の大典を記念して図書館を設立したのであり、畑野幸男による羽田八万宮文庫の一部牧野の蔵書である古文書、明治、大正初期に刊行された書籍などを有していた。牧野図書館は新元病院の敷地の一角にあり、二階建て洋風、 建築の書庫と平屋建ての閲覧室があった。司書の代わりに事務員二人がおり、無料で図書の考え貸し出しを行っていた。愛知県庁や南下田郡役場などからも閲覧者があったという。1923年の愛知県教職員録によると、当時の愛知県には公立、私立合わせて19の図書館等施設があり、南下田郡には 牧野図書館と南下田郡教育会付属図書館があった。1933年に三代目牧野文祭が死去すると、1937年1月には四代目牧野文祭によって、5683部、約1万3000冊の蔵書が新城町役場に寄贈された。新城町は消防会館を改装し、同年8月までには、 新城町立図書館を設立した。このことから新城町立図書館は本館の前身は牧野図書館であるとしている。牧野の蔵書の中には多くの和本があり国文学研究資料館がマイクロフィルム化している。牧野の蔵書は新城市立新城中学校に予託されていたが、1987年5月に新城図書館が開館した際に、 二階の郷土と書室に、牧の文庫が設置された。ありがとうございます。